それでは、1分程度で自己 PR をお願いします。はい、私は今まで札幌、帯広、旭川、釧路、北見、松山など様々な場所に住んできました。その中でいろいろな人とすぐ仲良くなれるというコミュニケーション能力を身につけることができたと考えています。大学入学後もそのコミュニケーション能力を生かし、ゼミなどをまとめていきたいと思います。また慶應義塾大学法学部が求めている法のスペシャリストとして、私が将来外交官になったら日露関係を先導していけるような外交官となりたいと考えています。そのために大学入学後も一生懸命法学部で学んでいきたいと思います。以上です。